土地内総二郎昭和7年7月12日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大将。晩年には貴族院議員を務めた。森岡藩士、土地内理兵の次男として岩手県上田村に生まれる。札幌の学校予科、工業者を経て明治19年海軍兵学校を卒業した。明治十四年海軍大学校を卒業し、 日清戦争では、金剛分隊長、旅順港水雷伏設隊分隊長、不装水雷長として従軍した。戦後に、水雷術練習所教官となった。明治30年に、浅間海公委員として、イギリスに出張、浅間水雷長となり、同32年に帰国。明治33年に、海軍省副官権解消秘書官として、山本本兵米に仕えた。 日露戦争開戦時には、宮古艦長を務めていたが、宮古は、嫌いにより沈没。武蔵と仮想巡洋艦、八幡丸の艦長を経て、日本海海戦には、妻艦長として従軍した。戦後には、在英大使艦付部官として、イギリスに3年半勤務した。明治42年に帰国し、同年に、海軍少将、軍務局長となり、 練習艦隊司令官、大港洋行部司令官、横須賀海軍校省長を歴任し、大正3年、海軍中将。さらに、第2艦隊司令官、第1艦隊司令官、第4戦隊司令官、第3戦隊,隊司令官、技術本部長を歴任し、大正6年に海軍次官となった。大正9年、海軍大将を拝命、第1艦隊長官。 県連合艦隊司令長官、佐世保陳治府司令長官、軍事参議官を歴任し、同13年に予備役に編入された。その後、ロンドン軍縮条約には反対の立場に属していた。昭和7年3月15日に、貴族院議員となったが、同年7月8日、森岡市の旧姓言い訳中学校校長就任に、際し手の講演中に倒れ、同地で死去した。 ありがとうございます。